どうも千葉Qです。今回は小倉美咲ちゃん失踪事件の、総括というかなんというか、まず、どこから話そうか。自分が、この事件について、現地に行くほど関わるようになったのは、美咲ちゃんの通学路を歩いてて、この時に感じた、妙な違和感を、ショート動画として発表したところ、反響が大きかったのがきっかけでした。ご意見があまりに多すぎて、一つ一つに返信できないので、その代わりに、二度にわたって、事件現場周辺を歩き回ったわけです。そりゃ、このチャンネル名がとぼとぼ徒歩ですからね。基本、歩いて見て回って、いろいろ考えるのが、このチャンネルのコンセプトですので。それで、小倉美咲ちゃんの事件に関しては、気になっていたこと、見たかったことについて、大体確認することができたので、現地を歩くのは、前回で終わりです。コメントなんかで、ここが気になるって、そんなご意見やリクエストがあれば、また現地に赴くことも考えますが、多分、これ以上はキャンプ場にも迷惑だろうなって、そう思うこともありますので、キャンプ場を歩くのは、前回で終わりです。なので、今回は事件に関する考察というか、現場周辺を歩き回って自分が感じたことを話す会になります。実際、事件の真相は、正直わからないです。わからないからこそ、どうとでも言える側面があるとも思います。なので、たくさんいただいたコメントの中から、よくあった、ご意見に対するコメント返しとか、意見に関する考察とかに対して、いや、実はこういう側面もあるんじゃないの?とか、可能性的にどうなの?こうなるんじゃないの?とか、この動画は、そういう動画になります。それではよろしくお願いします。まず事件の概要というか、事実関係についてですが、小倉美咲ちゃんは、この辺りで目撃されたのを最後に行方がわからなくなり、3年後にこの辺で発見された。事実だと断言できるのは、ただこれだけです。つまり、3年前に行方不明になってから、3年後に発見されるまでの、この間に何があったのか、常に焦点になっているのは、この間に何があったのかという点についてです。では、なぜ美咲ちゃんは、行方不明になったとされる、この地点に向かって行ったのか?それは、遊びに行くためにキャンプ場を後にした、お姉ちゃんや、キャンプメンバーの子供たちと、合流して遊ぶために向かって行ったわけです。多分、その行動理由に対しては、誰も異存がないはずです。この行動理由は、この事件の考察に対して、大きな要素になるので、覚えておいていただきたいです。とりあえず自分は、行方不明になった地点と、発見された地点の、点と点を結ぶ意味を込めて、1回目の訪問では、椿林道を終点まで、2回目の訪問では、発見現場の沢の頂上まで、それぞれ行ってみることにしました。1回目の訪問時の、動画のコメントでは、結構こういったものが多かったです。1、子供は迷子になったら、標高が高い方を目指す生き物だ。2、美咲ちゃんの身長では、椿林道からキャンプ場の広場が見えるわけはない。3、子供は面白そうなものを見つけたら、危険を考えないで、それが最優先になる。ぶっちゃけた話、そういうコメントがあまりに多かったので、一つ一つに対して返信はしなかったのですが、こちらでコメント返しの代わりとして、それぞれ現地を見て思ったことを、お答えさせていただければと思います。まず、1の迷子になった子供は、標高が高い方を目指すについて、それは、スーパーボランティアと呼ばれる、遭難した子供を、何人も救出してきた人物の、おそらく個人的な経験則であり、感想に過ぎないとは思いますが、それはさておき、事件の概要について詳しい人には、すでに説明不要だとは思いますが。おやつ前の美咲ちゃんたちは、上流側の沢で遊んでいました。ニュース映像や考察動画でしかこの事件を知らない人にとって、現場となった椿荘オートキャンプ場って、平坦で緑に囲まれたキャンプ場、そう思われてるのかもしれません。実際は、大室山の斜面に位置する、全体的に傾斜したキャンプ場です。子供たちが遊んでいた沢、つまり椿沢は、斜面をさらに側の力で削られてできています。一部、キャンプサイトから、直接アクセスできる場所もありますが、特に南の広場沿いの椿沢は、キャンプサイトより低い位置にあります。おやつ前に子供たちが遊んでいた沢は、つまりキャンプサイトよりも、位置的には低いのです。また、おやつ後つまり、美咲ちゃんが行方不明になった時に、お姉ちゃんたちや、子供たちが遊んでいた沢も、
南の広場よりも、標高としては低い位置になります。その辺をどう証明するんだよって言われても、正直困ってしまいます。現地に行って、自分で確認してください、としか言いようがないです。ただ、そういう事実がある、ということは覚えていただければ、って話で。美咲ちゃんが、行方不明になる前に広場を出て行ったのは、先ほども言った通り、お姉ちゃんたちと遊ぶためです。先ほども紹介した。3、子供は面白そうなものを見つけたら、危険を考えないでそれが最優先になる、とも重複するのですが、でしたら、この場合の美咲ちゃんも、この時点で一番面白いのは、お姉ちゃんや友達と遊ぶことなので、とにかく、お姉ちゃんたちとの合流を目指すと思います。沢、イコール自分がいる位置よりも標高が低い。初めて遊んだ沢がそうだったとしたら、市街地に住んでいて、自然に不慣れな子供の場合、まず、その先入観で行動するようにも思います。実際、自分も子供の頃は、そんなんだったような気がします。そのスーパーボランティア氏の、迷子になった子供は、必ず標高が高い方を目指すものだ。それは、すべての迷子になった子供に、共通することなのかな？例えば、ショッピングモールで迷子になった子供が、家族がモール内で買い物をしてる、そう知っていながら、知らない車が大量に止まってるだけでしかない。少なくとも、親も家族も絶対にいないとわかっている。屋上駐車場を必ず目指すものなのでしょうか？って、自分は思ってしまった次第です。2の、美咲ちゃんの身長では、椿林道からキャンプ場の広場が見えるわけはない、についてです。それについては、すでに動画をアップしています。椿林道で、美咲ちゃんの目線を再現してみた、ってやつです。ってねえかな。この検証では、椿林道のキャンプ場よりでは、美咲ちゃんの身長でも、キャンプ場は確認できたけど、キャンプ場から離れると、確認が難しかった、という検証結果が生まれました。子供の身長云々については、別の見方もできるよねって側面もあるのですが、それについては、また後ほどお話しします。で、こちらは椿林道を歩いている様子です。ちなみに子供の身長ではってコメントがあったのは、1回目にこの林道を歩いた時の動画なのですが、確かに自分の身長は、170cm 程度あります。事件当時の小倉美咲ちゃんは身長 125cm とされています。そういう意味では、ここで一方的に話してる千葉級が見えたかどうかでは、美咲ちゃんが実際にどうだったのか、その証明にならないのは、ある意味その通りではあります。ちなみに、樹海探索動画なんかもそうなんですが、自分はカメラを、こういう器具で固定して撮影しています。両手が自由に使えた方が動きやすいという理由です。なので、カメラの位置は自分の鎖骨あたりになるので、実際は、身長 145cm くらいの人の目線ってことになります。まあ、それはどうでもいいことなのですが。小倉美咲ちゃんの身長では、椿林道からキャンプ場は見えない。そのコメントに対しての返事は、歩いている位置次第では見えますね。ということになります。ついでになりますが、美咲ちゃんの身長ではという話について、別の見方もできるって話をしました。それは、これは、椿林道終点付近の椿沢の様子です。この先に、子供の足跡があったとのことなので、自分も川を渡っていこうと思ったのですが、沢を登る装備を持っていないので、それは断念しました。で、断念して、椿林道を戻ろうとしたのですが、沢から椿林道へは、美咲ちゃんやカメラの目線どころか、下手したら、自分の身長よりも高い段差があったのです。思うんですが、ここを美咲ちゃんが降りたのだとしたら、怪我するなり、物を落とすなりして何かしらの痕跡が残る気がします。そしてこれもまた、子供は標高が高い場所を目指す。それを根拠として、美咲ちゃんが登ったと言われる、大室山への登山道ですが、見ての通り、傾斜がかなりあっても早がけです。掴まれる気もなくはないですが、身長 170cm の自分でも、かなり感覚が広いように感じたので、身長 125cm の美咲ちゃんでは、ちょっと届かないのでは？そう感じました。それでも、這いつくばってでも登ったと、そういう反論が来るような気もしますが、そもそも、美咲ちゃんがそこまでしなければいけないほど、この登山道の先には、どういう面白いものが待ってるのかわからないですが、一応仮に、それでも美咲ちゃんは、林道を終点まで行って沢を登っていった。
それでも美咲ちゃんは、登山口から登山道に登っていった。そっちの話もしておきます。美咲ちゃんの身長では難しい。こういった主張は、椿林道からの沢登りでも、登山口からの登攀でも、同じことが言えます。身長170cmの自分でも厳しいと感じたので、身長125cmの美咲ちゃんなら、なおさら厳しいですね。仮にそれでも、強行してその先に向かったとしても、キャンプ場から山頂まで、自分は1時間半かかりました。事件当時である9月21日の、山梨県の日没時間は17時44分。あくまでこれは、太陽が地平線の向こう側に隠れる時刻です。関東平野のど真ん中なら日没ギリギリまで、地面が明るいってことです。山に囲まれた道志村の場合、暗くなる時間はもっと早いです。少なくとも、美咲ちゃんが登山口から山頂を目指した場合でも、椿林道から沢伝いに山頂を目指した場合でも、15時40分頃にキャンプ場を出発したとしたら、山頂にたどり着く前に真っ暗になります。この事件について、再度おさらいしますが、美咲ちゃんは、この辺で行方不明になり、3年後、この辺で発見されました。常に焦点になってるのは、この間に何があったのか、です。仮にこれが、遭難事故だとしたら、椿林道を終点に行って沢を登るか、登山道を登っていくかして、山頂まで行って、そこから滑落する。極端なことを言うと、それ以外に成立しないのです。そして、繰り返しになりますが、美咲ちゃんが行方不明になったのは、15時40分頃とされています。事件の当日である、9月21日の、山梨県の日没時間は17時44分。それがたとえ、椿林道から沢沿いに山頂を目指したとしても、登山道から山頂を目指したとしても、辺りが真っ暗になる前に山頂にたどり着くことができなければ、懐中電灯もなく真っ暗な中、ご覧のような馬の背状態の尾根を、ひたすら登ることになります。つまり、暗くなれば暗くなるほど、美咲ちゃんの体力では、美咲ちゃんが山頂にたどり着ける可能性は、限りなく、ゼロに近づく。ということです。っていうか、それ以前にずっと気になってるんですが。これは、9月に訪れた時の登山口です。訪れたのは、午前10時頃になります。9月末の日の出の時間は、5時半とかそれくらいなので、日の出からすでに4時間半は過ぎているので、日没の2時間前の15時40分頃に比べたら、日が高い時間帯のはずです。つまり、当時の登山口って、実際は、もっと暗く感じたんじゃないんですかね？3つ目の、なんだっけ、左上に出てるやつ。よくコメントであったこの説なんですが、ぶっちゃけ、子供じゃない俺にはわからんです。ただ、面白そうなものとか、全集中のスイッチが入った時とか、子供だとか大人だとかに関係なく、それって割と、誰でもなるものではって気がします。自分も、興味がないものには一切興味がない反面、興味があるものと出会ったら、周りが見えなくなることがありますからね。今はそういうの、ASD とかアスペルガーとかって呼ばれているんでしたっけ？そういうやつです。とか言ってたら、怒られそうな気がするので、左上の説についてのコメント返しなんですが、8秒ほどナレーションを止めますので、ナレーションがいいよっていうまで、画面の右側にご注目ください。横浜市の水源地らしいな、ここ。で、これ、ああ、そうか。あれがさっきのキャンプサイトの広場かな。はい、いいよ。わからないけど。子供が興味を持ちそうな、なんか面白そうなもの、見つけることができましたか？これは先ほども紹介した、椿林道の南の広場を見下ろせるあたり、そこを歩いている様子になります。仮に美咲ちゃんがここを歩いたとしたら、常に道路の右側を歩いていないと、キャンプ場の存在に気づいてしまいます。美咲ちゃんが、自力で山頂を目指したいと思い続けるには、常に右側を歩き続けること、そして、椿林道の右側に、美咲ちゃんにとって魅力的なものが存在してること、その二つがなければ、成立しません。この項目は、このカットのまま進めますので、ぜひとも面白いものを見つけてくださいね。でもまあ、仮に自分だったら、確かに、何かしらの小動物がいたりしたら、自分は興味を示しますが、美咲ちゃんの人物像として、母親の智子さんは、蛇を見ただけで逃げ出してしまうと証言しているので、この道の右側に、美咲ちゃんが興味を示す何かが、本当にあるのでしょうか？
少なくとも、お姉ちゃんたちと遊ぶ以上に、美咲ちゃんが好きな何かが。その辺って、やっぱりお姉ちゃんか。母親の智子さんに直接聞くしかない気がしますが、どなたか知ってる人います？これは嫌味でも何でもないです。先ほども言いましたが、美咲ちゃんには、お姉ちゃんや友達と合流して遊ぶという、きちんとした、行動する理由や動機があります。それをガン無視してまで、こんなところまで歩いてくるには、それは、お姉ちゃんや友達と遊ぶ楽しさや面白さを凌駕する、何かがここの道にあると美咲ちゃんが知ってるからこそ、成立するようにも思えます。それって一体何なんでしょうか？少なくとも俺には、林道から見えるキャンプ場以上に、面白いものが見つけられませんでしたが。忘れてそうですが、ナレーションを無視してもいいんで、林道右側への注目は続けててください。とりあえずこの林道の様子は、あと1分半くらい、17分24秒くらいまで続きますので。せっかくなので、この林道を歩いた時に思ったことを、個人的な考えとして話しておきます。別に無視して、林道右側に注目し続けてくれても構いません。南の広場を出た美咲ちゃんが、仮に、お姉ちゃんや友達を見つけられなくて、合流をしようとしてこの林道に迷い込んだら、それはもう迷子ですよね。迷子になった子供って、多分、それよりも面白いものを見つけたい。その気持ちになる前に、パニックになるようにも思えます。四つ葉と、の四つ葉ちゃんや、スパイファミリー、のアーニャちゃんにも、そういう描写はありましたからね。で、迷子になって、この椿林道に迷い込んで、その椿林道から、たまたま南の広場を見ることができて、そこに智子さんの存在を感じることができたのであれば、結局、母親の元に戻る気がするのですが、その辺どうなんすかね。とは言っても、結局真相はわからないですし、可能性的に無理なもんは無理だと言っても、確率論的には、ゼロというわけでもないので、美咲ちゃんが山頂まで行って滑落事故を起こした説は、なくはない程度の話だとは言っておきます。ただし、確率論的にはゼロではない、ってだけの話であって、極端な話、1万回同じ状況を作ったら、1回か2回程度はそうなるのでは？程度の話です。というわけで、美咲ちゃんが迷い込んだと言われる、登山道の入り口が見えてきました。この項目中、この道路の右側に、美咲ちゃんが興味を示しそうな、お姉ちゃんや友達と遊ぶことよりも、面白くて楽しいものは発見できましたか？もしありましたら、コメント欄までよろしくお願いします。最後に、先日アップした、警察犬が追跡をやめた橋についてです。と思ったのですが、動画が長くなりすぎたので、この辺で一度終わります。というか、椿2の橋問題も、そこそこ長くなりそうなので。あと、結構コメントであったやつ、熊に襲われただとか、身内による犯行だとか、その辺に関する話も、次か次の次くらいの動画でします。あと、小倉美咲ちゃん事件でこの辺も知りたいといったのがあれば、わかる範囲でなら話そうかと思います。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。ではー。